皆さん、こんにちは。毎日学習会の木村です。この映像では慶応義塾大学環境情報学部の2011年の英語の問題から大問1の誤報3択問題について解説していきます。まず、1番なんですが、1番は、名詞の問題で、名詞の問題なんですが、我々全員は人格性格ということになると、何々という観点からこうだと考えるということなんですが、まあセミコロンの後に、まあ、何々という観点で、人間が、そうである、さらにはそうでないというふうに考える、自然に考えると、おのずと考えると、まあ、人格とか人間のまあ性格というものを持って他人をまあこういう人間であるとかこういう人間でないと判断することを、まあ、我々全員はやって自然にやっているということがあって、で、この後の文章に、まあ、しかし、性格人格というものは我々が思っているようなものではなくて、むしろ我々が望もうとしているものであると書いてあって、まあ、我々が考えているというのは、まあ、こういう人間であるとかこういう人間でないと判断するようなものではなくて、まあ、相手に望んでいるようなものをが、まあ、人格性格に入っていると。で、さらに、まあ、人格性格っていうのは確固たるものじゃないと、確固たるものでかつ、容易に特定できるものではない。で、まあ、容易にかつ、まあ、特定できる、まあ、特性の特性、まあ、関係づけの深く、まあ、関連づけされた、特性の集合体ではないと。ただ、まあ、人間が、まあ、単なる、まあ、方法論だったり、まあ、プロセスに過ぎないと。人間が、まあ、そう、人間の脳、我々の脳が、まあ、そのように捉えてみる、まあ、錯覚のようなものに過ぎないと書いてあるので、まあ、ここは、まあ、本来ならまあ人格や性格というのは、まあ、我々他人、我々まあ人間というものは、何かをまあ考えたり、何か他人のことを捉える際の、まあ、物差しのようにはなるけれども、実際にはその物差しというものは、まあ変わらないもの、変わらないくて、容易にまあ特定できるようなものではないということをまあ踏まえているので、この展開を考えると、この文章では、まあ、この however のまあ逆説もあるので、本来ならまあ我々はもともとは、まあ、それを、まあ、確固たる、まあ、そのような、まあ、絶対視してした物差しとして見ているというふうに捉えられるので、1番は、3番、絶対的なものというのが正当となりますと。3番が正当と。でもって、2番に行きますが、まあ、2番はまあ動詞の問題で、ここまあ the reason なんで、間にまあ関係副詞の y が、欠けているんですが、我々というものは、性格人格というものが、統一されたされてうまくまとまったものであるという、うまくまとまった何かであると考えるという間違いを何々するということなんですが、まあ、このコロケーションで、まあ、この目的語、人格を、まあ、統一されてされてまとまった何かであると考える間違いというを何々するというまあコロケーションを考えると、まあ、間違いを犯す、というような意味合いに、間違いにまあ陥るといったような、意味合いだろうというふうに、推測できるので、2番は、1番陥るというのが正当となりますと。でもって3番に行くんですが、3番は、まあ、形容詞の問題と。で、形容詞の問題なんですが、
前の文章、1番と2番を踏まえると、ここでは我々が人格というものを、とまとまって統一されたものだと考える、間違いに陥る理由というものは、我々が何々という観点で考えて、さらには状況というものの役割を忘れてしまうことである、忘れてしまうからであるというふうに書いてあるので、第1番と2番を踏まえると、ここでも特徴というものなんですが、この特徴というものが変わらないものだと、変わらなくて、頑固なものであるというようなものだと捉えていているから、人格が、統一されたものだったり、まとまったものであると、錯覚して間違えて、人間はこうである、ああであるっていうふうに、偏見だったり、そういったものを見て、しまうというような意味合いがあるので、それを踏まえると、後の文章でも「Fundamental Character Traits」っていう、確固たる、人間の人格性格の特徴というのがあって、この特徴で前の文章にも、密接に関連した、確固たる、そして、容易に特定しうる、特徴の集合体と、書いてあるので、ここでも、特徴というものが、変わらないものだったり、もともと存在するもの、そんなに流動的でないような意味合いだろうというふうに考えられるので、3番、生まれ持ったというのが正当となりますと。でもって、4番に引くんですが、4番は、前置句なんですが、前置句の中でも、我々というものは、何かを、いつも求めようとしているということなんですが、我々は何々を求めようとしているという、目的語が、動詞、駆動詞があって、その駆動詞の、目的語として、出来事についての、状況的な説明、状況説明よりをではなく、正確に、基づいた、このディスポジショナルってことなので、状況を踏まえない、説明というのを出来事に対して求めていると。で、後ろの方には、コンテクチュアルエクスプラネーションということなので、文脈を踏まえた説明ということなんですが、我々は、いつも、求めていると。これは、本文の、考え方、人格というものは、流動的なものであって、固定されたものではないというような、言説とはちょっと、とはもう相反する、説明、記述なので、ここでは、なんですが、状況やを、顧みない説明、状況を顧みず、特徴とか性格を固定されたもの、固定されていると思い込んでいる性格だとか人格といったものを踏まえて、こういうことだから、こういう人格の人がこういうことを犯したから、この出来事はこうだというふうに捉えるのと、文脈を踏まえた説明ということなんですが、この2つの間に対比関係が存在していると考えると、4番は2番、対照的にというのが正当となりますと。でもって、5番に行くんですが、5番は、動詞の問題。で、動詞の問題なんですが、それらは、
何々だと、人々の集団というものが、まあ、何かということなんですが、まあ一つの実験があって、まあある集団が実験に駆り出されて、まあ、クイズゲームをやるようにと言われたと。で、彼らは何々にして、くじを引いたということなんですが、彼らが何々されてくじを引いたの、まあ、あとは説明で、まあ、一人の人間はカードを引いて、そのカードというものが、その、カードを引いた人が、回答者になると。で、もう一人の人が、質問を、まあ、出す出題者になるようにと、まあ、書いてあったということなんですが、これを踏まえると、まあ、この、実験というのは、まあ、2人ペアになって行うということなので、まあ、5番は、2番ペアにされるというのが正答となりますと。でも、6番なんですが、6番はまあ動詞の問題と。で、動詞の問題なんですが、まあ、クイズのまあクイズゲームをやる、まあ、実験というのがまあペアになって行われていて、でもって回答者、まあ、答えを出す人というのが、まあ、難しいけれど、まあ、不可能でないような問題を、自分の、まあ、専門分野、関心分野から、まあ、作り上げて、まあ、問題にするというのがあって、で、まあ、人によっては、まあ、このような事例だと、まあ、ウクライナの、まあ、民族音楽が好きな人は、ウクライナの、民族音楽に基づいたクイズを題材するということなんですが、まあ、要するに、ウクライナ、まあ、自分が、まあ、得意な分野であるけれども、他人には難しい、まあ、答え、問題というものを作り出すと。でもしそれが、まあ、ウクライナの民族音楽についてのものだったら、まあ、ウクライナの民族問題に対するクイズというものを、まあ、作り上げるだろうということなので、なんか問題を作るというような意味合いの動詞がここには入るだろうというふうに考えると、6番は、1番思いつくというのが正答となりますと。そして、7番に、行くんですが、7番は、副詞の問題と。副詞の問題なんですが、副詞の問題でも、まあ、副詞でも、まあ、文章の、まあ、前の方にあるので、まあ、論理関係の、まあ、問題なんですが、まあ、文章を、まあ、後の方の空欄の後を読んでみると、答える人というのは、答えを出す人を、とても、優秀だと。まあ、実際よりも、まあ、自分たちよりも、まあ、優秀な人間であるとみなしていたということなんですが、まあ、前の文章では、まあ、答え、問題というものは、ということなんですが、まあ、まあ問題、まあこれはまあ一つの実験があって、でこの実験においては、まあ出題する人と出題しない人で、まあペアで分かれていて、で出題する人の方は、まあ自分の関心分野ではあるけれども他人には難しい問題というものを出していって、でその答えを出して答えた後に、お互いのレベルという、お互いの知識レベルというものをまあ見積もるということになったんですが、まあ実験ではマニアックな、
まあ、相手には難しいけれども自分の関心分野からクイズを出していったので、答えた人は、出題した人を、より頭が良いと評価したと、頭が良いと見なしたということなんですが、まあ、前の人格、人間の行動、前の方の第一段落でも、あったようにもあったんですが、人間というものは、状況を無視して、人間がもともとそういう性格やそういう生まれ持った人格を持っているだろう、だからこういうことをするし、こういう人間だというふうに、考える、習性というものがあると。で、そのような習性があって、それは心理学上は、ファンダメンタルアビューションエラーというものであって、これは、根本的な帰属の誤りというものがあって、この根本的な帰属の誤りというものが、人間の行動というものを解釈するにあたって、人間というものは、人間の元からある、この人格といったものを過大評価して、かつ、状況や、文脈の重要性を、軽視すると。要するに、人間というものは何か行動とかを分析するときに、生まれ持った人格や、人格だったり、そういう変わらないもの、確固たる根っこの根本的なものを、見て表を、よく見る一方で、その時の場合、状況だとか文脈といったものは、理解し、軽視するというような習性が、心理学上も、あるということなんですが、これを踏まえると、このような、実験においても、結局は、人間というのは、出題者、答えた人というのは出題者のことを、優秀な人間であると。このクイズの中においてのみ、クイズでの中でのみ、実験として、行われていたという、状況があったにもかかわらず、この人は、クイズに限らず頭が良くて優秀な人だと、見なすというような結果が出てきたということなので、相変わらず、人格を見て、状況を把握せずに、人格を見て、判断したという意味合いを持つ、副詞が入ってくるだろうというふうになってくると、7番は3番、そのままというのが正答となりますと。そして、8番に、行くんですが、8番は、副詞の問題なんですが、副詞は、このような実験というのは、たくさんの方法があって、かつ答えというものは同じような結果になるのは何々だと、ほとんど何々だというふうに書いてあって、このようなことが、このような事案、要するに、実験、先ほどの、第三段落のような実験というものが、どのようにして起きるかということなんですが、たとえ、その日、相手に、あなたが、誰か相手に対して、行動の明確かつ、単刀直入な、状況説明を行ったとしても、彼らというのは、同じようなことが起きると。いうことなんですが、
まあ要するに、まあこういった、まあ実験の結果があって、まあやっぱり結局はまあ人格をまあ判断して、まあ状況把握をせずに、まあ相手の人格を判断してしまうというのがあって、このような相手の人格を判断するのは、まあ、たくさんの実験が行われていたとしても、まあ、同じようなことが起きると。で、実際に、どれだけ、詳しい、明確かつ、まあ、単刀直入な、状況、行動の状況説明にをしたとしても、まあ体育館が、体育館の明かりが暗かっただとか、まあそういった、まあ、体育館の明かりが暗かったとか、そういった状況説明をしたとしても、まあ、人格のことを、まあ、相手は重視してしまうよというような意味合いなので、意味合いとなってくるということなので、まあ、同じことがいつも起き、どんな実験をしても、いろんな実験をしても、まあ、同じ結果が起きるというような意味合いだろうというのを考えると、8番は2番、いつもというのが正当となりますと。そして9番に行くんですが、9番は接続表現なんですが、接続表現においては、これは、まあ、違いを生じないということなんですが、まあ、前の文章でも、まあ、どんなに実験結果をしても、まあ、同じこと、同じ結果になると。でそれはたとえ、同じような、まあ、状況を把握、行動に対する、まあ、明確かつ単刀直入な情報、状況把握を相手にしたとしても、起こりうることだと書いてあるので、でもって、違いが何々生じないということなので、まあ、ここではまあ逆説だとかは存在せずに、かつ、逆説などがまあ存在しないので、まず逆説ではないと。でさらにまあ、2番最初にというのもちょっと不適切なので、まず2番は除外と。で、1番か3番なんですが、まあ、同じことが結果は同じである。でたとええー例え、まあ、状況説明を、まあ、明確にかつ単刀直入にやっても同じである。そして、違いは生じないということなので、まあ、これは、1番と3番どっちが妥当かというと、1番結局の方が、まあ、まあ、同じことを、まあ、繰り返しているというような意味合い。まあ、結局は変わらないのだというふうに意味が通るので、9番は1番が正当となりますと。そして、10番に引くんですが、10番は、まあ、形容詞の問題であって、でまあ、形容詞なんですが、我々がまあこのようなことをするのは、人格的な何かよりも、人格的な、手がかりの方を、文脈的な手がかり、きっかけといったものの、ものよりも何々だからであると。まあ、我々がこのようなことをするというのは、状況把握を無視して、相手の人格や性格といったものを、元にして、まあ、行動や行為の、まあ、分析や、まあ、後付けの理由を、まあ、行っていくということなんですが、まあ、この文脈から見ると、まあ、文脈的な、手がかりよりも個性の方が良い、個性の方が、まあ、我々は、多く行っている、多く、まあ、接点が関係が多いというような意味合いだろうと捉えられるので、10番は3番、慣れているというのが正当となりますと。そして、11番に行きます。で、11番は、全部、
心理学者というものは実際に何々というものを試みていると、この主張を何々しようと試みていると、でそして、そのような主張に対して、生まれ順の影響というものを反映しようと、思っているということなんですが、まあ、この主張というのは何かというと、まあ、人間がまあ状況把握ではなく人格の方をまあに重視して物事を見たがるという傾向というものが、まあ、実際には世の中をまあシンプルにかつまあ分かりやすく、まあ、理解できるような形、より理解できるような形にまあ変えていくというのがあって、でさらにはまあ近年のある実例として生まれ順というもので、まあ、人格を説明しようとすることがあって、で一番上の人たちは、まあ、支配欲があって保守的と、で弟や妹というのは、まあ、創造性があってかつ、まあ、リベラルというか反抗的だというのがあって、でこのような反抗的でこのようなまあ生まれ順の主張というものを心理学者が実際に何々しようとして、かつ生まれ順の影響というものを反映しようとしているということなので、まあ主張をまあ証明しようとする、主張をまあ検証しようとするというような意味合いだろうというふうに捉えられると、11番は1番立証するというのが正当となります。そして12番に行くんですが、12番はまあこれも動詞の問題と、でまあしかしながらと、まあ生まれ順に対して生まれ順によって人格が決まるという主張をまあ立証して、生まれ順の影響というものを反映しようとしている心理学者がいているものの、まあしかしながらジュディ・ハルシュというまあ心理学者というものは、まあ自分の書いた論文や本においてまああるものを指摘していると。この人格というものは、まあ家庭家族内での状況によって把握しているのであって、子どもがまあ独立した状況、家族の外、家庭外での、一旦家庭外になった時には何々しないのだと、いうことなんですが、要するにまあ家族のまあ中でまあ一番上の兄弟、兄やお姉さんは支配欲があって、保守的、弟や妹は想像力があって、反抗的というような状況があるのであって、まあ、これはまあ家族の拉致外、家族の外、家庭外ではまあ当てはまらないよ、家庭外では、適用されないというような意味合いだというのを捉えると、12番は、2番当てはまるというのが正当となりますと。そして、13番に、行くんですが、13番は、まあ、名詞の問題と。で名詞の問題なんですが、名詞の問題でも実は、空欄の前の方に、まあ、注目してほしいんですが、この空欄の前の問題だと、空欄の前の因と合わせて、何か、まあ、副詞を作り上げられる、名詞が何かということなんですが、まあ、文章を見ると、生まれ順という名詞は FAE の、実例として何々だということなんですが、まあ、文章を捉えると、まあ、生まれ順によって人格が決まるというのは、まあ、状況を把握せず人間の人格だけで、物事を捉えようとする、まあ、誤解、誤認の、まあ、一例であるというふうに捉えられるので、まあ、この、迷信は実例であるというのを否定していない、否定せずに、まあ、強調している、まあ、副詞だろうというふうに見られる中で、どれが妥当かというと3番で、インアクションで活動中という、まあ、ことになるんですが、まあ、要するに現在進行形で、まあ、生まれ順迷信っていうのが、まあ、
現在、まあ、進行形で行われている、まあ、実例であると、その感情を、人間の人格や性格といったものを、まあ、状況把握を無視して、物事の判断の、まあ、基準に捉えようとするということに対する、まあ、実例として現在進行形だということなので、13番は3番が正当となりますと。でもって14番なんですが、14番は、まあ、これも前置詞の問題なんですが、まあ、前の空欄の前のドローン、ビードローンっていうのがあって、このビードローンと、一緒に、コロケーション一つの、まあ、コロケーションを作れる前置詞はどれかというと1番で、ビードローンと A で A に引き寄せられるというふうなの、なのがなのとなるので、14番は1が正当と、なりますと。でもって、15番なんですが、15番は、まあこれも動詞の問題と。で、動詞の問題なんですが、文章全体を見ると、How would the world? ということなんですが、これは、習字疑問文といって、習字疑問文というのは、まあ否定文の、一種であるということなので、我々の周りの全ての物事に対して我々の全ての人間に対しての評価というものをずっと修正しなければいけないのであれば、世界を何々するのだろうか、いやできない、世界なんか何々できないということなんですが、まあ、この文脈を踏まえると、まあ、人間の、まあ、どうして、人間の人格といったものを、まあ、元にして、判断して状況把握を無視するのかというと、まあ、状況把握せずに、変わらない、人間の人格だとか性格といったものは、まあ、変わらなかったり、まあ、固定されたものであるので、その固定されたものを踏まえて考えた方が、まあ、容易であり簡単である、物事をまあ簡単に捉えやすいと。まあ、前の文章でもそのような状況を把握せずに、まあ、人格や性格を持って物事を判断することが、まあ、人間の性格、まあ、人間にとってはまあやりやすくて、まあ理解しやすい形になるというふうに考えているので、ここでも、ここではまあ毎回まあ状況に応じて人間の判断をまあ変えていくこと、変えていったら、世界というもの、物事というものはまあ理解できないだろうというふうな意味合いになるので、15番は3番、理解するというのが正当となりますと。でもって、16番に、行くんですが、16番は、16番は、まあ、名詞の問題と。で、名詞の問題なんですが、何かの認知というものを維持すると。作り上げて維持すると。ウォルター・ミシェルという、まあ、心理学者が、人間の、まあ、精神というものは、減圧弁のようなものである。まあ、減圧弁というものがどういうものかというと、まあ、圧力をまあ減らして、まあ、状態をまあ維持していく。まあ、まあ、機械の中の、まあ、状態を、まあ、維持していく、まあ、状態で、そのような機械の状態を、まあ、恒常的なものとして、まあ、維持していく、減圧弁のようなものがあって、
原月弁のようなものが、まあ、人間の感情の中には存在するから、まあ、例えば人間の状況というものが、まあ、ことごとく変わっていったとしても、まあ、人間の精神の中では、まあ、常に、まあ、特定の、まあ、一定の見方を、まあ、保ち続ける一定の、考え方を、まあ、保ち続けようとする、というような、ものがあるという、まあ、この原月弁という意味を理解していれば、まあ、答えられるんですが、まあ、後ろの文章でも、たとえ、物事が現実の行動の中で、常に、まあ、見られる変化というものに直面した場合でもということなので、まあ、変化があっても変わらないという認識を、まあ、作り上げ維持するというふうに、まあ、書いてあるので、まあ、原月弁の意味を知ってても、まあ、文章の、まあ、展開を捉えてもいいんですが、答えは16番は3番継続性というのが正答となりますと。そして、17番に行くんですが、16番は、まあ、女性がいて、表面上の、暖かくて、まあウォルター・ミシェルという人が、まあ、引用文、まあ、自分の、まあ、言説というものを、まあ、述べていて、まあ、一人の、まあ、女性がいたとして、でこの一人の女性がいた時に、まあ、ある時は、まあ、冷淡でかつ、まあ、独立心が強いけれども、まあ、ある時は、まあ、消極的で、まあ、依存心が強いという、まあ、場合があった時、大体は、まあ、精神に、まあ、原月弁があるので、どちらかの、まあ、特徴を、選択してその人を、まあ、その人の、まあ、人格だったりものの、その人に対するものの見方を固定するというのがあって、そのようなものの見方を固定するにあたって、ものの見方をまあ固定するときに、まあ、どちらかを決めるか、さらにはまあもう一つ、また別のまあ固定されたものがあったら、それを選択するというものがある。要するに、どれか一つ、まあ、人格をまあ固定して、その相手の見方を見ると。で、彼女というものは、おとなしそうだけれども、実際には、まあ、冷酷な人間だとかもしれないとか、さらには、表面上は、攻撃性、表面上は攻撃性で何々で、かつ、だけれども、温厚で、かつ、受動性や、まあ、依存性の高い女性だと見ているということなんですが、まあ、ここでは、まあ、表向きはまあ攻撃欲があるけれども、実際には、温厚で、かつ、受動性、依存性がまあ高い人間だろうというふうに、人間であるだろうというふうな推測をしているというふうに捉えられるので、17番は、2番、防御というのが、まあ、正当となりますと。まあ、要するに、攻撃性で、まあ、表向きは攻撃性を持って、身を固めているけれども、まあ、内心では、まあ、温厚で、かつ、まあ、依存性、感受性の高い人間であるというふうに見立てをしているということなので、17番は、2番が正当となりますと。でもって、18番なんですが、18番は、まあ、名詞の問題と。名詞の問題なんですが、まあ、これ名詞とか代名詞の問題なんですが、まあ、文章全体で見てみると、まあ、しかしながら、実際の実体、自然というものは、我々の概念よりもまあ大きなものであり、女性に対しては、
威圧的でかつ非常に独立心が強く、感受的で、まあ、おとなしくて感受動的でかつ独立依存心が強くて、でさらに女性的で攻撃的で温厚的で乱暴的だという人間を何々だということで、まあ、ここ、ここまあバットというのがあるので、まあ、人間はまあどちらか、まあ、人間はまあ特定のまあ人格をまあ理解して、受動的でかつまあ依存性があってまあ女性的な人間であるか、さらには、独立心が強くてまあ威圧的であるというどちらかの見立てをまあ捉えたり、さらにはまあ別の、まあ、見立てがあったら別の見立てを選んで、まあ、どれか人間の人格というものはそういうものであるというふうに捉えてしまうけれども、まあ、実際の実態というものはまあ予想以上に大きなものであるから、まあ、人間の特性というものが、まあ、その人間というものがどちらかを持っているのではなくて全てを持っているというふうに全てのまあ特性を持っていて、まあ、状況に応じて物事がまあ変わっていく、まあ状況によってまあ変わっていく、まあ、この文章の空欄の後にも、その人が、まあ、それらの特性というのを見せるのはランダムではなくて、まあ、誰と一緒にいるか、いつ、どのように、といったようなそういう状況に応じるものだと書いてあるので、まあ全てまあ、人間のまあ特性や特徴というものを全て、まあどちらか一方ではなくて、実は全て持っていて、まあ、その都度その都度状況に応じて特性が露出しているのだというふうな意味合いを捉えると、18番は2番、全てが一体になったというのが正統となりますと。そして19番に行くんですが、19番は前置詞の問題なんですが、まあ、注目してほしいのはこの前のアバンドということなんですが、このアバンドと一緒に、コロケーションを取れる前置詞は何かというと、1番で、アバンドオブで、一束のということで、まあ、習慣や傾向、さらには、興味といったものの、一束のが一束になっているということなので、19番は、1番がステートとなりますと。最後に20番に行くんですが、20番は、まあ動詞の問題なんですが、まあ注目してほしいのは、まあ、この into で、FAE、まあ人間の感情、人間が人格や状況把握判断を無視して、相手の行動を起こした人の人格だとか性格をもとに、まあ、物事を判断してしまうという過ち、まあ、エラーと人間の脳のエラーというものがあって、これを FAE というものの概念というのが、まあ、プラクティカルエクショナルツールということなので、実践的な、まあ、教育の道具に何々していくという挑戦というのは、とても、手強いけれど、とてもまあ手強いものではある。しかしながら、社会に対する利益というものを考えると、その試みに、挑む価値というものがある。挑む価値があるであろうということなんですが、まあ。教育上の、まあ、実践的な教育のツールというものがあるんですが、まあ、前の文章を読んでみると、一旦我々が、文脈の影響力というものを人格の判断に理解しようとすると、
まあ、教育の場所でも、文脈の力というものについて、指導することを考慮しうると。要するに、まあ、人格、まあ、このように、まあ、物事を判断するにあたって、まあ、その時の状況を早く、科学や文脈を判断した上で、判断するということは、もう教育に、まあ、持ち込むことができるだろうと。で、この教育に持ち込んだ結果として、人々を、まあ、偏見を、まあ、生み出すような、まあ、不正確、不誠実な、判断、人間に対する判断というものを減らすことに役立つだろうと。で、この難題を、教育にということは、要するに、まあ、この、FAE というものに対して、まあ、得られた知見というものを教育に、まあ、持ち込んでいく、教育に、入れ込んでいく、まあ、教育の、まあ、手段として、まあ、持ち込んでいくというような意味合いになってくるだろうというふうに、でその、挑戦というものは、まあ、とてつもなく手強いものであるというふうに書いてあるので、これはどれが妥当かというと、20番は2番。ターニングというのが正当となりますと。まあ、押し入れるか、まあ、変えるかで、まあ、悩むとは思うんですが、まあ、無理やり押し入れるのではなくて、うまく、その心理学の知見というものを、まあ、教育に取り入れる、転用していくというような意味合いを踏まえると、20番は、2番が正当となりますと。ということで、以上をもちまして、大問1の誤報三択問題について解説を終わらせていただきます。皆さん、ありがとうございました。